おたおたななです。本日は文豪ストレイドッグスの企画のはずなんですが、なぜか現在皇居に来ております。はい、本日はですね、公演前に時間があったので、天気もいいことですし、ピクニックをしようということになりまして、友達と一緒にピクニックにやってきました。皇居の近くにレストランだったりがなかったので、先に駅近のタリーズでご飯と飲み物を買っていざ出陣いたします。私皇居初めて来たんですけど、かなり穴場で、敷地も広いですし人も少ないので、場所選びもすぐ決まりましたね。はい、見てください、この広さ、周りに誰もいないので抜いてくし放題です。じゃじゃんじゃじゃん、しつこいなと思われた方安心してください、これで最後です。すごい最近ですね、都会に揉まれながら仕事をしてるからなのか、自然を求めるようになりまして、こうやって休日にゆっくりご飯を食べながら、ぬいちゃんに囲まれて外で過ごす時間、すごく楽しかったですし、すごい癒されましたね。ピクニックを終えて次に向かった場所はこちら、はい、バールパン。ここ実際に文豪ストレイドッグスの作品の中に出てくるバーで、ずっと行きたかった場所なんですけれども、緊急事態宣言が明けて再開したということで早速行ってきました。ちょっとヒールで行ってたので落ちそうになりながら降りてます。はい、早速カウンターの席についてメニューと昼夜マンで1枚写真を撮らせていただきました。昼夜マンのおかげでブーストのオタクと気づいたマスターが後ろからパネルを出してくれました、優しい。1杯目は友達がチャーリーチャップリン、私がゴールデンフィズを頼みました。メニューに記載があったんですが、ゴールデンフィズは坂口安吾さんが好んで飲んでいたお酒ということで1杯目に選択いたしました。すごいまろやかで美味しかったです。1杯目に特別なカクテルを選んだので、2杯目は友達がキューバリブレ、私がモスコミールを飲ませていただきました。こちらのお酒も本当に美味しくて最高でした。店内にはカウンター席以外にもテーブル席があって、こちらもすごく素敵な雰囲気でした。からちょっとした裏話だったりも聞けたりすることがあるので、個人的にはカウンター席がおすすめです。はい、やってきました本日のメインイベント、場所は読売大手町ホール。読売ホール初めて来たんですけど、めちゃめちゃ広いし、すごい綺麗でびっくりしました。動画を撮っている私、思わずすごいと言っております。ねえ、15歳編昔から大好きなので楽しみです。行ってきます。感激中、寒い、最高だった、やばかったよ。ずっと仲間のことを一番大切に思ってきて、羊の長として自分の力を使って戦ってきた昼夜が、本当の長とは何なのかっていうのを15歳にして知るシーンがあるんですけど、本当にそのシーン何度見てもグッときました。ブーストが、原作がですね、漫画と小説の2つあるんですけど、今回の15歳編は小説が原作なんですが、次の作品につながる少し濁されたセリフっていうのも多かったかなと思うので、小説をしっかり読んでもっとブーストへの理解を深めていきたいなと思ってます。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。他にブーストのホテルの動画も上げてるので、好きな方ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。